おはようございます。いただきチャンネルがいまでございます。ということで本日はですね、久しぶりにオープニングが撮らせていただくんですけども、というのもやっぱり凱旋門が終わってしまいまして、残念ながらね、凱旋がね、最後の最後までやっぱり4人も全然埋めれなかったんで、すごいやっぱりこの後悔というかね、悔しさというか込み上げてくる、この日々でございます。その後も結構ホールにちょこちょこと遊びに来たりはしてるんですけども、やっぱ凱旋のね、なくなってしまったこのぽっかり空いたこの心っていうのがね、まだね言えてない状況でございますが、まあでもね、気持ちを切り替えてやっていかないといけないなというところはありますので、凱旋もねやっぱり、楽しんでいきたい。長いよね長いよね失礼いたしました。はい、ないです。凱旋を打たない凱門には何の価値もない。わかる。新企画ドラゴンロール。新フリーゾーン。芯がついた。前やったんですけど、はいはい、ちょっと、はい、甘いなと。甘い。企画自体が甘いなと。なるほど。だってフリーズ結局1回しか弾けないじゃん、はい、そうですね、最初第1回で終わっちゃいました。俺たちは、はい、フリーズを案外弾いてもらいたい。簡単なルールなんですけど、はい、簡単なルールお願いします。3収録以内、はい、にフリーズが弾けなかった場合は、ちょっとした罰ゲーム。ちょっとした、ちょっとした罰ゲームがあります。はい、昆虫丼。昆虫丼。いい、ハードル高いだろマジで。絶対嫌っすね。そうですね、ただフリーズ弾ければいいんで、こっちは、はい、罰ゲームしてもらいたいわけじゃないんで、フリーズを弾ける男になってもらいたい。で、まあ詳しいルールについては、はい、こちらです。まあ大体ルールわかりました。まあ罰ゲームがあるということは、なんか私にメリットもある感じですかね。もちろんです。万枚相当の、ほう、素晴らしいものをプレゼントしようかな。万枚相当結構な額ですよ。いや、額とかじゃなくて万枚相当のすごいものをプレゼントしよう、はい、あ、なるほど、はい、額とかじゃないのね。まあまあ万枚相当って結構な規模ですよ、はい、楽しみですね、とても、はいはい、もうだらだらやってもしょうがない、行きましょう、はい、とりあえずまだ打ってから話しましょう。おう、さあそれでは、改めまして新フリーズをやっていきましょう。よろしくお願いします。取った台こちらでございます。アナザーゴッドポセイドン。ニック機この台に座ってしまいました。ついに凱旋がこうなくなって、今ね残った機種まあいろいろあると思うんですけど、私、このポセイドンってやつにはですね、導入初日とフリーズで1回座ったかなっていう2回しか座ったことがないんですけど、その2回でなんと27万円ほど負けております。アナザーゴッドポセイドンの苦手をこう払拭してやろうかなという意味も込めて、このポセイドンに座らせていただきました。本当に俺ポセイドンで何も起きたことがないんですよ。ゴッドも多分1回も引いたことないよね。いい思い出が全くない。しかも27万入れてそれですからね。結構地獄っす。今回フリーズですからね、フリーズと名の付くものであれば OK ということでございますので、そのブラックアウトフリーズか全回転かな。時間縛りだからね、分回さないといけないよね。割と分回すの分回すほど俺に有利だよね。ゴチを超えてから引いたフリーズだけはもうカウントされないんで、とりあえず 400M のプロメテウス合格待ちかな。400分の1だもんな、チーロード。そろそろ一発チーロード入ってもいいし、プロメテウス入ってもいいし。ここまで 400M 無だからね、マジで。当たんねえな。次800か、プロメテウス合格。やっぱ重すぎんだよな、立つ当たりが。それ以外は結構楽しい要素あると思うんだけどさ、まず当たんねえんだよな。チャンスが欲しいぜ、とりあえず。回ったぜ、中段木7ではない。よーし、青7来たー。690ゲームゴッドキューリー、よっしゃ、達成役。さあ、いっぱい盾貯めときましょうか。いや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 、早っ。ゼロ。盾2個になりました。頑張りましょう。さあ、ここは盾を揃えたい。よし、からの
しよしよしよし、いけ、あー惜しい。いや秒殺。秒殺秒殺かな。まあまあでもとりあえず50ゲームゲットしたんで継続でございます。はい、縦ゼロなんで終了っすね。ポセイドンの通算結果でも見ちゃおっかな。よりメモで本日打つ前で 15,221 ゲームやっておりますね。2回の実戦で初当たり回数20回、最大継続回数200ゲーム、最大獲得枚数472。いやーなかなか厳しいですね。 G ロード突入率25回で当選率が7、プロメテウス突入が6回で当選率1回。見ている間に出たメダルがなくなりましたので追加投資していきたいと思います。それでは参ります。2枚目、じゃあごめんなさい3枚目。本当に何もしてねえな俺ポセイドンで、何もできてないと言った方が正しいか。来た来た来た、よしやった来た。チーロード初ですね。402分の1の、これがボーナス扱いのチーロードでございます。ストレートで終わるんじゃないこれ、やめてよマジで。よしやっと、あ終わったし、やっと2個目が来たと思ったら、さあそろそろ400でございます。お、その前にジーロード来ましたね。今度こそ、マジゼロあーいや最後に1個来た。1ダイヤ、おーつー、矛来た矛来た。確定役ありますよもちろん。青7か、カモン、よーし2発目の青7でございます。よし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 、今回は全然軽かったね。471ゲーム軽かったのかな。そして7000円増えました、27000円でございます。本日2回目の青7、ここでなんとか稼ぎましょう。さてを熱いの声、熱いの演出。さあ弱いのない、頼む頼む。なあ、あもう終わっちゃうよ、頑張れ。よし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 、いや弱い、でもさせ、さあ終わらないで終わらないでくれ。さあアトランティス、さて1個しかないんでね大事にいかないと。お願い、あー116枚くそー、ちょっとこの台今のところ初当たり全部確定役で同じ台じゃなくてもいいということなので、前日前々日めちゃくちゃ初当たりを拾っている台がありますのでちょっとそっちに行ってみます。さあということで、2台目に移ってまいりました。まあ、一応この台があの初当たりが結構取れてる感じですね。まあ少なくともねいっぱい当たった方がね当然のことなんですけど、楽しいんでいっぱい当てていきましょうよはい、ということで、追加投資いきます。4枚目です。追加投資参りましょう。5枚目です。さあ天井の半分900ゲームでございます。
まだ折り返し。行きましょう、6枚目。こんなはずじゃなかったよ。サクッと当ててめっちゃ伸ばしてポセイドンのイメージを塗り替えるはずだったのに。やった、あー普通に当たった。1024ゲーム、追加投資したばかりでございます。5万1000円ですね。よかった。でも全然あと、ね、1時間以上かかるところだったからね、天井行ってたら。さあ頼むぜ。縦たった2個しかないけどね、頑張りましょう。お願い。あーもう93枚。ちょっと他の台見ていきます。さあ台移動いたしました。3台目でございます。3秒間28ゲームまで回っております。ぶっちゃけちょっとでも天井に近い台のがいいでしょってことですね。というかもう2時になっちゃうんで時間があまりまずないですね。あと3時間はちょい、3時間ちょい。大丈夫、絶対ダメだよこれ。なんか素晴らしいね、 G ロードの引っ掛けは。 G ロードよく行くね、ほんと G ロード。本当によく入んな、 G ロード。まただ、すげえ、すげえ G ロード率。よし、ある2個目、きたー、やったー、取った。これで当たったー。 Next got the game。1092ゲーム G ロードからの当選でございます。ありがとう。いいぞ、いいです、ナイス、いいです。 5% 超いいです。頼む。いやー1個でございます、無念。まあでも増やせてよかった。さあ3つの縦で5分の1を引いてくるお仕事でございます。アトランティスゾーン。164枚。おっ、おー、いたー、いたー、ループがいる。やったー、またいいです。やばー、ほんとすごい。この台ボーナス引けまくり。初期立てより、初期立てより稼いだ。4個あったら1個は絶対させて、それがトライデントに行ってくれれば絶対に刺されてダメ。ここはおお、ようやく。よしよしよし、ここでもねしっかり立てよう。あー強い強い。大事に。よし。行け。あーっと。1個は寂しいよ。いやー強くなんない。
これは確定パターンでしょ。よし、行け、トライネット。お願い。あー、消えた。100ゲーム。ちなみに今483枚なんだけど、もうすでにこの時点で俺の人生一番出てるから最大獲得枚数更新したから。最大獲得枚数。あー、深海。深海で当たったでしょ、これ。え、青ならだったー。深海で当たったかと思った。いや、でも、ここから青ならっすね。お見事。よし、頑張るぞ。ここまで2連敗ですからね。あ、熱い熱い熱いよー。重押しで青ならそろうかと思った。びっくりした今。さあ、こう。さあ、さあ、っと強いの来た。あ、振動しました。筐体振動来た。これは7ゾロ確定。よっしゃ、1セット獲得。あ、待って、振動きた振動きた振動きた。ということは揃っちゃうんです。素晴らしい。終わっちゃう終わっちゃう終わっちゃう。初めて乗った。初めて乗ったわ。楽しかった。おなら乗ると。これで、まあ、ハザードに含めて3セットプラス縦が今2つなんで、縦増やしていきましょう。さあ、頼むぞ。ダメ。あー、いいね。よし。あー、あ、筐体振動した。つまり揃います。そしてトライネットカモン。さあ、ダメ。トライデントが欲しいんだ俺は。あー、くそ。まあでも2つ揃ったんで。いや、縦1個厳しいな。あー、ダメか。まあでも、ストック2つあるんで、こっから出てきます。頑張れ。あかん。ストックラスト。よし、なんとか1個ゲットしたぞ。を引かせましょう。お疲れ様でした。498枚。ストックはございません。あと1時間ですし、今のところこいつはすごいやってくれてるので、こいつをもうちょっと粘ろうと思います。
あーなー、5時になってる、時間切れです。お疲れ様でございました。ということで新フリーゾーの第1回の収録は終了いたしました。新企画は結構第1回はなんとか爆出しできてきたんですけれども、宿敵ポセイドンさんにはそれは通用しませんでした。青7は難しいですね。どうやって伸ばしたらいいのか全くわからない感じでございますが、ゴッドが引けないイコールフリーズももちろんせずというところでございますので、残念ながらミッションコンプリートならずということになってしまいました。ということで最終的な、本日の結果でございますが、最後ね、あのプロメテウス確認するために、1000円追加いたしまして、投資が6万3000円、回収が0枚ということになりました。苦手意識払拭できなかったですね。まあとりあえずこの企画の性質上ポセイドンを打つことはもうないので、今後ね払拭する機会があるのかどうかは分かりませんけれども、いつかねポセイドンで爆出したいなという希望を持ちつつ、その次の機会がいつになるのか、はい、楽しみにしたいと思います。ということでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。バイバイ。残 G 数を把握していなかったため、アトランティスゾーンを熱い演出家と勘違いするも、何事もなかったように座り直す大門。よし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 。チャンスまで1個。おらら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 。縦2個になりました。